すべてのギアには訳がある。ナラティブギア、明日誰かと話してほしいギアの話。 LED ランタン、ほおずき、正解の逆を行く、もう一つの正解。2005年頃、テント内でも安全に使えて、発熱が少なくコンパクトで明るい LED ライトは瞬く間に普及した。ところが当時の主流のデザインは、単純に蛍光灯のような白色の光源を置き換えたものばかり。自然の中で家族や仲間と夜をくつろぐにはあまりに人工的な光だった。自然と調和するような新しいランタンを作ろう。不自然な光を優しい自然な明るさへと近づけるために、2008年の夏、ほおずきの開発がスタートした。型破りなデザイン。当時の主流は冷たい硬さを感じる大きくいかついデザインが多く、加えて電池の重みでテントに吊るせなかったり、直下の空間が暗くなる作りのものが多かった。主流から逆行するようにコンセプトを突き詰めていくうちに、丸くて柔らかくて白くて可愛い今の姿へと進化していった。当初、小さくも温かい光を連想する灯火の字を冠した宝月の名が付けられたが、鬼の字を柔らかくするため、最終的にひらがなで宝月というデザインにぴったりな名前に決まった。明るさよりも温かみのある光。そもそも当時の LED は白色がメインだった。それは少ない電流量で効率よく明るさを確保できるから。しかし、ドライブ時間を半分にしてでもあえて安らぎを感じる温かな電球色を採用した。光源としてはある意味正解である。明るさを捨て、自然や目指すキャンプシーンにふさわしいと思える光を選んだのだ。さらなる自然との調和を目指して、第一弾のサンプルが上がってきた時、そのフォルムと光はその場に居合わせたメンバーからは高評価だった。しかし、ただ一人、現会長の山井徹だけが何かが足りないと納得していなかった。ろうそくの炎みたいに風が吹いたら揺らぐようにできないか。この一言が宝月の個性でもある揺らぎモードが生まれるきっかけになった。風を感じるセンサーにより光が揺らぐシステムは、プログラム開発期間のおよそ 80% を費やし生まれた渾身の機能であった。実現したかったのは自然と調和する明かり。今では光の持続時間も大幅に延長され、揺らぎモードに加えて静かになるとランプが消えるお休みモードも搭載。姉妹モデルのバリエーションやコラボデザインなども展開している。自然の中でくつろぐ時間を邪魔せず、自然の中にそっと連れ出してもくれる、そんな自然とテクノロジーがリンクしたほおずきを今宵もそばに。大切な人たちと静かに焚き火や星空を眺めながら、自然と共にある心地よさを感じてみるのもいいかもしれない。すべてのギアには訳がある。大事だったのは焚き火や星々の揺らぐ光。